ちは。羽生です。こんにちは、羽生。フィギュアモンです。こうして動画をお届けするのはお久しぶりになってしまいました。すいません、めっちゃ。この動画は羽生結弦選手がプロ転向してから初めての動画なんですよね。ね。だからどんな内容にしたらいいのか結構迷っちゃったフィギュアモンです。かなり。ブログは細々と書いてはいたんだけど、その中でたまたまお題が来て気軽に書いた記事、フィギュアモンが羽生結弦を推し始めたきっかけという記事がとってもご好評いただきまして、おっしゃ。なのでもうちょっとブログよりも深掘りしながら、そしてエピソードと実績を交えながら改めてご紹介しようかなって思います。ありがとうございます。羽生選手はシニアで12シーズンも過ごしてきたので、本当にいろんなところで落ちた人が存在しますよね。本当に本当に。新しいファンの人は、古くからのファンは具体的に羽生選手のどんなところに落ちたんだろう、そんな興味を持ってる人も多いと思います。フィギュアモンは2位落ち、つまり2012年世界選手権のフリースケーティングの演技に落ちたということは、このチャンネルの一番最初の動画でもご紹介しています。今となってはこの動画とってもとっても恥ずかしいんだけど、よかったら見てみてね。今日は羽生結弦選手、私大好きなんですけど、実はあのスケオタ用語で2位落ちって言うんですよね。はずで、そう、本当に本当に恥ずかしいんだけどね。テンションがめっちゃ低いフィギュアモンです。オッケー。で、ニース落ちって羽生結弦選手のファンだったら一度は聞いたことがあるワードだって思うんだけど、ニース落ちの本当の意味ってなんだろう。同じニース落ちでも人それぞれ落ちている場所は細かく聞いてみると違うこと、そしてフィギュアモンが落ちた本当の理由、それはまずある前提があってからこそわかることなんだけど、今からフィギュアモンが推し始めたきっかけであるある前提を交えてお話ししていきますね。動画最後には7月のファンニューライフとしてある場所に行ってきた様子を映像を交えてご紹介します。なのでぜひ最後まで楽しんでくださいね。 OK。こんな感じでこのチャンネルでは羽生結弦選手フィギュアスケートに関する話題を毎回ご紹介しています。何をしますか。プロになった羽生結弦選手を全力応援していきたいっていう方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。してる。チャンネル登録をすると動画以外にコミュニティの配信を受け取れるようになります。本当に。はい、このコミュニティではリアルタイムの情報を不定期で発信しています。動画ではタイムラグのある情報も、コミュニティではタイムリーでお得な話題をお届けしています。また昨年9月に始まったメンバーシップでは7月23日で10ヶ月目を迎えて、より濃度の濃い情報、メンバーにしか明かせない情報をメンバー限定で発信しています。メンバーシップの内容に興味のある方はメンバーになるボタン、または説明欄のメンバーシップのリンクをクリックすると説明動画と特典が確認できますので、ぜひ見てみてくださいね。 OK。ってことでフィギュアモンが羽生結弦選手を推し始めたきっかけをお話ししていきます。それじゃあ、そもそもニース落ちの前提っていうのは何でしょうか。これはチャンネル最初の動画では話していないことなので、そもそも論がここを聞くとわかるかもしれません。まずニース落ちの前提は3つの大きな要素があるんですね。1つ目の重要な要素は、1、2012年ニースの世界選手権は羽生結弦選手にとって世界選手権17歳のデビュー戦ってことなんですよね。テンパってます。そう、テンパるっていうのもそうなんだけど、基本はフィギュアスケートのような採点スポーツの場合、披露した演技がとても良かったとしても、あまり知らない選手、つまり世界選手権デビュー戦のネームバリューがない選手に、トップレベルの選手と同じような得点がつけられるかっていうと、そうじゃないんですよね。それじゃあスポーツじゃないよ。それじゃあスポーツじゃないよ。それじゃあスポーツじゃないよ。って
思う方もいると思います。特に水泳や陸上などの速さ、スピードを競う競技やテニス、サッカー、柔道などの対戦スポーツを見たりやられたりする方はそう思う傾向にあるでしょうね。ただそこは採点スポーツあるあるなんですよね。フィギュアスケートは今のところ人が採点する採点スポーツです。だからどうしても色眼鏡っていうか、この選手はやってくれるなどという先入観がジャッジの中に存在しています。そんな理由から過去初出場で、しかもとても若い10代の選手で表彰台に上がるっていうのはとてもとても稀なことなんです。世界ジュニアで優勝していたとしてもネームバリューはやっぱり低い、そう言えるでしょう。なので男子シングルでは比較的早咲きの1998年長野オリンピックの金メダリストイリア・クーリックでさえ初出場の世界選手権は9位でした。長野オリンピックの時は20歳ですね。あ、ちなみにこの選手身長が180センチだって知ってましたか？180センチもあってオリンピック金メダリストっていうのはかなり稀じゃないかなって思うんですよね。だってこの選手は4回転トーループを成功させていましたからね。長野オリンピックの4回転トーループは記憶に残ってます。あ、ちょっと話題がずれちゃいますが、フィギュエモンはイリア・クーリック推しでもあったんですよ。活躍時期がとても短かったので推していた記憶がちょっと薄いんですが、長野オリンピックの時は確実にクーリック推しでした。なんだか羽生選手とちょっとだけ重なるところがあるんだよね。え？顔が小さくて足が長い、スマートなスケート、そんなところがね。簡単だな。話は戻って、世界選手権デビュー戦で有名選手はみんなどんな結果だったのかっていうと、1992年リレハンメルオリンピックの金メダリストのビクトール・ペトレンコは16歳で挑んだ初出場の世界選手権は第9位。羽生選手が大逆転で優勝した2017年世界選手権はネイサン・チェンの17歳のデビュー戦でした。結果は6位でした。羽生選手の最初のライバルであるパトリック・チャンは18歳のデビュー戦、2008年の世界選手権で第9位。 ISU 公式戦で初めて4回転トーループを成功させ4度世界選手権を制しているカート・ブラウニングは初出場の世界選手権は15位。まあ、この順位だけでも初出場の世界選手権で表彰台に上がるということがどんなに大変なのかが分かるのではないでしょうか。そしてちょっと調べた中で、初出場の世界選手権で表彰台に上がってるのがアメリカのトッド・エルドリッチでした。でもちょっと待って、エルドリッチは男子シングルで強い国という印象のアメリカの選手。羽生選手は2012年、当時日本で誰も世界選手権の金メダリストがいない状況です。つまり日本という国に強豪国という確固たる印象が全くない時代なんですよね。それが採点スポーツの中でとても重要な鍵になってきます。 OK。もう一人世界選手権初出場で表彰台に上がっている人物、それは2002年ソルトレイクオリンピックで金メダルを獲得しているアレクセイ・ヤグディンです。羽生選手と同じ17歳のことでした。初出場の1997年世界選手権で銅メダルを獲得しています。そしてもう一人いました。ヤグディンが銅メダルを獲得した翌年、1998年世界選手権に16歳で挑んだプルシェンコです。プルシェンコもこの時銅メダルを獲得しました。まあ、ただこの2人はロシア選手なんですよね。オリンピックで優勝した経験がある強い、旧ソ連の選手っていうのが過去たくさんいました。そしてロシアはこの頃強豪国の中の一つという位置づけでした。なので強豪国とはお世辞にも言えない日本の選手ではなかったということを付け加えておきましょう。 OK。 そしてこの強豪国でない日本の若いネームバリューがない羽生選手が銅メダルを獲得したという事実、これを知るだけでも
このニースの世界選手権の衝撃を計り知ることができると思います。なんで勝てちゃったんだろう。そして2つ目の要素をお話しします。それは2、ショートプログラムで出遅れて7位だったため最終グループに入れなかったところからのフリースケーティングでの逆転ってことなんですよね。これね、何を言ってるかというと、さっき話した通りフィギュアスケートは採点スポーツなので最後の演技者が終わってみないとわからないっていうところが大きいんですよね。つまり最後の選手になるまで最高の得点というのを取っておかないといけないってことなんです。最終グループに入れば残り6人ということになるので得点も最後だからという理由で出やすいんですよね。逆に言うと最終グループに入らなければ得点が出にくいということになってしまうんです。これはしょうがないですね。これをどうこう言ってもしょうがないので割愛させていただきますが、フィギュアスケートの試合では紛れもない事実なわけです。そんな中で羽生選手はフリースケーティングの順位では2位の 173.99 という得点を出しています。ちなみに1位はパトリック・チャンで 176.70 点です。わずか 2.71 点の差です。このことがどういうことか分かりますか？はい、初出場でなくて最終グループだったら確実に1位だったっていうことなんです。本当に？これは憶測なのでそうなんだって思う程度で聞いてほしいんですが、これはこの時みんなが感じたことだと思います。大事なことなのでもう一回言います。ネームバリューもあり最終グループに入っていたなら羽生選手は2012年の世界選手権のフリーで1位です。断言してもいいです。これぐらいの演技だったということが状況を知るだけでもわかる、そんなニースの世界選手権フリースケーティングのロミオとジュリエットでした。思い出のプログラムです。では最後の要素をお話ししましょう。3、何があっても諦めない心が見えた若きロミオ。概要欄にリンクを貼っておくのでぜひニースの世界選手権のロミオとジュリエットを改めて見てほしいんですが、いろんなところに心打たれるシーンがあります。羽生選手がこの時人の心をつかんだ一番の理由は、いいスケートを皆さんの前で見せたい、そんな気持ちが言葉がなくても伝わるような演技をしていたということでしょうね。言葉じゃないので世界中の人たちにそれが伝わります。そしてジャッジの心をも動かす演技だったのです。ありがとうございます。私たちは普段フィギュアスケートを見ていてここまで心が伝わってくる演技にほとんど出会うことはありません。そう、羽生選手の演技だったとしてもそれくらい特別な気持ちから出るエネルギーを世界中に振りまいた演技だったと言えるのでしょう。みんな羽生選手のどんな心に心動かされたのでしょうか。フィギュアモンが考える一番のポイントは何があっても諦めない心なのではないかと思いました。この演技中とても有名なシーンですが、急にパタッと転んでしまうシーンがあります。何もないところで急に転んでしまうわけですが、これまでの演技で相当なエネルギーを使っていたことは誰の目から見ても明らかでした。そしていきなり転びます。ああ、体力の限界なんだね、そんなことをみんなが思うわけです。だけど羽生選手の表情動きからはやってやる、そんな言葉が聞こえてくるほど最後までやり抜く決意に満ち溢れていたんですね。おそらく体力の限界はとうに超えているだろうに、このことが話さなくても伝わる演技っていうのはやっぱり伝説の演技と言われるゆえんなんじゃないかなってフィギュアモンは思うのです。まとめると、1、2012年ニースの世界選手権は世界選手権17歳のデビュー戦、2、ショートプログラムで出遅れて7位だったため最終グループに入れなかったところからのフリースケーティングでの逆転、3、何があっても諦めない心が見えた若きロミオ。この3つの要素が羽生結弦を最初に押し上げた瞬間でもあり、フィギュアモンが落ちた要素でもあるんですね。
ちなみに世界選手権のデビュー戦でいきなり金メダルっていう選手をフィギュエモンは知ってるのですが、誰だと思いますか？フィギュエモンが羽生結弦選手と同じぐらい今でも大好きな選手、それは競技は違いますがペアのゴルデーはグリンコフ組です。1986年のジュネーブの世界選手権で史上最年少でデビュー戦で優勝しています。女性のゴルデーワは14歳、グリンコフは17歳という本当にフレッシュすぎる2人ですが、今回の動画を作るためにこの時の動画を、初めて見てみましたが、もうこれは優勝してもおかしくない演技だって思いましたね。旧ソ連の選手なのでペア強豪国ではあるんですが、もうそんなこと関係なくすごすぎる演技でした。フィギュエモンは何気にトップオブザトップの選手が好きになること多いんですよね。羽生結弦選手を好きになったのも、うなずけますってことで、ここまでが最初に羽生結弦選手に落ちた瞬間でした。いや大変だね。ただニース落ちって聞くだけではわからないこともやっと分かったよっていう人がいたんじゃないかなと思います。そして次にお話しするのは、じゃん、2度目に落ちた時の話です。まだ落ちてるのかよみたいなね今日はねフィギュエモンが落ちた話を徹底的にするって決めているので、2度目の落ちの話もしちゃいます。やばい、楽しい。よかった。ここまでの流れで考えると2度目はどこで落ちたって思いますか？ソチオリンピック。いやそれは問屋がおろしませんやん。フィギュエモンが2度目に落ちたのは2013年全日本選手権のショートプログラムパリの散歩道でした。おっしゃ。ソチ落ちが多い中でなんで全日本選手権だったのか、それはフィギュエモンがちゃんとこのシーズンフィギュアの試合をじっくり見ていたっていうことも関係しているかもしれません。なるほど。羽生選手はこの2013年14年シーズンに今の羽生結弦を作るべく大躍進を遂げたわけですが、それがこのシーズンのショートプログラムの得点っていうことなんですよね。本気でやります。そう、どの試合も本気でやっている羽生選手。このシーズンの最初、フィギュア簡単である2013年7月1日にアナと所属契約をしたんですよね。もしかしたらここでモチベーションが上がりまくりだったのかもしれませんね。おっしゃ。けい。で、一発目の試合はフィンランディア杯で2年連続優勝。そしてスケートカナダ、イリック・ボンバール杯、今でいうフランス大会ですね。この順番で試合に出場していきます。ちょっと意外だったのは2012年全日本選手権で初優勝していながら NHK 杯に出てないんですね。出場していたのは高橋大輔選手、織田信成選手、武良貴仁選手、この3人でした。大会の結果は優勝が高橋大輔選手、2位が織田信成選手、3位がアメリカのジェレミー・アボットでした。あ、そうそう、羽生選手の出場大会の話です。スケートカナダ、エリック・ボンバール杯で宿敵パトリック・チャンと直接対決をしているのですが、これが逆に良かったですね。本当に思っています。 NHK 杯に出ていたら直接対決は叶わなかったわけですからね。はい。で、この2試合で惨敗ともいえる得点差で羽生選手は2大会で2位に終わります。そして迎えた日本開催のグランプリファイナルです。皆さんご存知だとは思いますが、2013年グランプリファイナルで初めてパトリックちゃん超えを果たします。その原動力となったのがショートプログラムのパリの散歩道でした。グランプリファイナルのパリの散歩道はちょっと遠慮するような雰囲気がありつつも自信を持った演技を披露しています。そして優勝です。これでオリンピックの金メダルが取れるかもしれない、そんな予感がありつつの選手にとって一番緊張するという呼び声が高い全日本選手権です。羽生選手にとっても2連覇がかかる試合、もちろんもっと上のことを考えているにしろ、全日本選手権で優勝してディフェンディングチャンピオンとしてオリンピックに出場することは必要だと考えているかもしれません。そして全日本選手権のパリの散歩道です。
ここで言われなくても分かることを一応言っておきます。ショートプログラムは選手にとってとてもとても緊張するもの。なぜなら失敗は許されないからです。そんなショートプログラムの演技、最初に笑顔が見えた羽生選手。何なんだこの余裕は。こんな表情他の選手で見たことない。そんな引きつけられ方だったように思います。もちろんこの時羽生選手を一番推していたフィギュアモンなんですが、新たな羽生結弦を見てワクワクした感覚が湧いてきたことを覚えています。頑張る。もしかして羽生選手ってもしかして思ってたよりもっとすごいのかもしれない。そんなことが脳裏をよぎりました。じゃん。そんなことを考えてしまうほど見たことない表情だったんですね。演技が始まるとものすごい余裕のある動きをしながら、当たり前のように完璧なポジションのバタフライからのキャメルスピンなどをこなしていきます。何より美しすぎる4回転トーループ、今だったら完璧 GOE5 点を上げなきゃいけないやつです。ありがとうございます。最後のコンビネーションジャンプは3回転ルッツ3回転トーループのものなんですが、羽生選手は3回転ルッツは飛び上がった時に斜めになってしまう癖がありますが、この時も斜めってしまって着氷が結構ギリギリになってしまってます。でも自信満々に次の3回転トーループへとつなげます。この動作がなんとも頼もしくて、どんなに曲がっても僕転びませんからという言葉が聞こえてくるかのような演技でした。そして自信満々にフィニッシュ。得点なんて期待しかありません。どうしてここまで素敵な散歩ができるのでしょうか。しかもフィギュアモンが住むダ埼玉の地でです。あ、フィギュアモンはこの試合に行けてないですよ。まだ観戦デビューする前の出来事ですからね。 OK。そんなこんなでぶっちぎりの1位でソチ五輪に臨む羽生選手は皆さんの知るところですよね。フィギュアモンは振り返るとこの時自覚なくして再び落ちていたことに最近気づきました。これこそオリンピック金メダリストになる前から応援してきたものの醍醐味かもしれませんね。いつも応援ありがとうございます。そして最後に落ちた瞬間がまだありました。お、なんだと思いますか。それは2016年17年シーズンのプログラムを実際に見た時でした。それが具体的にいつだったのか忘れてしまったんですが、おそらくオータムクラシックじゃないかなと思います。この時白クレイジーの衣装のショートプログラムでした。懐かしいですよね。久々のロックが来たことと新しい表現が散りばめられていたことにグッと来てしまったフィギュアモンで、フリーはホップレガでしょ。ここまで好きだけどバラエチの演技をずっと見てきて、生命の映像を嫌ということを見てきたわけですよ。だからっていうわけでもないけど、新しい表現に本気で挑戦している新プロ2つ、いやエキシビジョンも加えると3つ全て新プロっていうのはこのシーズンが最後だったんじゃないかなと思います。だからこそのワクワク感が半端なくて、羽生結弦に釘付けになっちゃってまたまた落ちたシーズンでもありました。 OK。 フィギュアモンプーさんが作られたのは実はこのシーズン中でした。ワクワク感からプーさんにそっくりの衣装を着せたい、その欲求があまりにも強くなってしまって実行しちゃったんですよね。あ、ジャージもね、このシーズンのジャパンジャージを着てるのはそんな理由からです。この後はもう落ちるも何もっていう感じで見続けているフィギュアモンなんですが、競技会のプログラムで一番印象に残っているプログラムはという質問をこの前コミュニティでさせていただきました。このプログラムは羽生結弦を彩った曲たち、印象に残ったランキングを参考に5プログラムを選んだ投票です。1生命、2ホワイトレジェンド、3ロンカップ、4天と地と、5オペラ座の怪人。投票してない人はぜひしてきてくださいね。で、今見たところ687票集まってました。この結果、1位生命 60%、 ダントツですね、すごい。2位ロンカップ
14%、 3位オペラ座の怪人 12%、 4位天と地と 11%。 意外ですね、最近なのに4位か。5位ホワイトレジェンド 3%。 ランキングでは2位だったのにね。はい、印象に残ったランキングでは8位だったロンカポフィギュエモンの裁量で入れたんですが、それが2位ってなったのは意外でしたね。本当のファン投票と思うとこのランキング興味深いと思います。すっげーわわ。ただこれ印象に残ったランキングなので好きなプログラムとはまた違うっていうのがポイントかなって思いますね。私は印象に残ったプログラムって聞かれたらやっぱり生命に勝るものはないかななんて思っちゃいましたね。羽生結弦といえば生命、そんなイメージが私の中にもあることに気づきました。 OK ということで、まとめるとフィギュエモンが羽生結弦に落ちたポイントは、2012年ニースの世界選手権で落ちて、その要素が1、2012年ニースの世界選手権は世界選手権17歳のデビュー戦だった。2、ショートプログラムで出遅れて7位だったため最終グループに入れなかったところからのフリースケーティングで逆転。3、何があっても諦めない心が見えた若きロミオ。2度目に落ちたのは2013年全日本選手権のショートプログラムパリの散歩道。3度目に落ちたのは2016年17年シーズンのプログラムを見た時でした。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。改めて自分の落ちたポイントを探ってみると、今回の企画はとても面白くもあったけど記憶をたどるっていう意味で感慨深いものがありました。皆さんもぜひ言葉にしてみると面白いことに気づくかもしれませんよ。 OK ってことで、フィギュエモン7月のファンニューライフ。7月フィギュエモンは何をしてたのかな。はい、こちらダ埼玉の駅に来ています。どこの駅でしょうか。はい、熊と熊で熊谷です。こちら新幹線に乗ろうと来てます。上越新幹線では車内販売がございません。わお、ないんだ。初めて上越新幹線に乗ります。なんだかねウキウキしてます。そして人がめっちゃいないです。多分熊谷駅だからかな。で、ダ埼玉のお土産をちょっと買ってみました。まあでもね、実はフィギュエモン食べたことないです。これが埼玉名物らしいです。はい、熊谷こんなに熊を取ってどうする。ダブル熊です。いいわ。はい、結構ね余裕があったんでいたんです。おお、来た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 はい、なかなか素敵な、これ新幹線なんだね。はい、指定席で撮ったら 1A でした。嘘でしょ。はい、いいね。フィギュエモンプーさんはなかなか馴染んでますね。今日もとてもいい天気でした。なんか気持ちいいね、外を見ちゃうよね。わーいわーい、めっちゃ嬉しいです。ウキウキしてる。いやー、このなんか草原な感じと思ったら着くの早着いた着いた。新潟着いちゃったよ。駅はね初めて来たんだけど、あ、こんな感じなんだ。割と広いね。で、はい、ここわかりますよね、新潟の伊勢丹です。で、西川ね、これ新潟の西川って結構いろいろポスターあるね。私が行った時は夏じゃなかったからこのポスターなかったね。高島屋のね、日本橋行った時です。おお、現物が出てる。なんか太っ腹いいね。で、エスカレーター上がると
わお、来た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 。はい、こちら羽生結弦展伊勢丹バージョンのポスターみたいなやつですね。はい、縦型のポスターです。いいね。お、伊勢丹はこんな感じなんだね。青バッグですね。ヒゲモンプーさんととても合いますね。かわいい、パチリおお、電光掲示板になってるんだ。わあ、なるほど。はい、こんなブースも見終わった後に見つけたので撮ってみました。まあ、この羽生結弦展は、まあ、何回目っていう感じなんだけど、でも新潟は初めてで、やっぱりディスプレイの方法とかちょびっと違ったような感じがしましたね。おー、いいね。なんかね、こういうところも日本橋だとすごい並んでたりするんですけど、新潟はね、割と緩い感じでパラパラと人がいるだけな感じなんですよね。だから全然違うなと思いながらゆったりとこの撮影をしてたりしたんですけど、いいよね。なるほど。健康応援キャンペーン、このポスター初めて見た。これは見たことあるの。あ、なんかね、とっても緩い感じで、グッズ売り場もすごく人が少なくて、ゆっくり見て、ただね、面積はすごく狭かったですね。はい、かわいい羽生選手。西川が結構協賛しているの前面に出てますね。あ、そうそう、忘れちゃいけない、こちらのお殿様とお殿様でいいのか羽生お殿様と一緒に写真撮らなきゃってことで、パチリ、止まってはい、相変わらずお似合いでございます。で、ご飯だよ。なんかね、意外と混んでて、新潟の名物というかそういうのが食べれなかったんだよね。で、まあ、中華のお店に入りました。もう美味しかったよ。で、近くの神社、なんか風鈴がとても有名というか、お祭りみたいなのやってたのかな。なかなか大きかったよ、ここ。人もね、割といて、羽生結弦展よりいたかもっていう感じでしたね。はい、もう至る所に風鈴がいっぱいあったよ。ってことで、もう帰り。いや、なんかね、新潟近いからね、割と良かったですね。あ、そう、帰りは 4A、 自由席なので 4A 取れました。はい、ちょっとね、暑いからジャージ脱ぎましたよ。割と新潟は、新潟駅のところでは空いてましたね。若干寂しそうなフィギエモンプーさんとフィギエモンです。まだ明るいうちに帰りましたはい、もう着いちゃったよ。戻ってきました。プーさんと熊谷です。ね、熊谷新幹線で新潟に行くのは初だったフィギエモンですが、結構近くて行きやすかったです。また新潟に遊びに行きたいなって思いましたよ。ってことで、今日はこの辺で。いかがでしたでしょうか。楽しかったですか。ぜひ次回もお楽しみにしていてくださいね。そして最後にお知らせです。8月12日金曜日21時からライブ配信をします。
これからの羽生選手への期待を具体的にみんなでお話しできたらなって思ってます。羽生選手聞いてくれてるかもしれないので、みんながどんな羽生結弦を見たいのか、そんなコメントがあると興味深く聞いてくれそうですよね。ぜひ皆さん考えておいてくださいね。 OK、 フィギエモンでした。さようなら。